全体で約7から8メートルある腸のうち、大腸は肛門側の約2メートルほどに位置します。食物は胃・小腸で消化・吸収されます。大腸はその残った成分から主に水分を吸収して大便にし、体の外に排泄できるようにする器官です。大腸は大きく分けて結腸と直腸に分けられます。高速から盲腸、上に向かう上行結腸、横に向かう横行結腸、下に向かう下行結腸、 S 字に曲がっている S 状結腸、最後に直腸となり肛門につながります。結腸あるいは直腸に発生したがんのことを大腸がんと言います。大腸がんは大腸の粘膜から小さな腺腫ができることから始まります。腺腫はポリープとも呼ばれています。小さな腺腫は何年という時間をかけてゆっくりと成長し、早期がんとなり、やがて進行がんになります。腺腫は大腸の粘膜に傷がつき、それが原因で発生します。遺伝子の傷が増えていくと腺腫はやがてがん化します。しかし腺腫のすべてががんになるわけではありません。がんは大腸の壁を破り、周囲の臓器に浸潤したり、血管や老廃物の流れるリンパ管の流れに乗り、周囲のリンパ節や肺、肝臓などに転移し、大腸がんの転移病巣を形成します。肺や肝臓などの大腸から離れた臓器にがんが飛び火することを遠隔転移と言います。大腸がんの発生頻度、罹患率は国立がん研究センターの部位別がん患者数の統計によると、近年の生活習慣や食事の欧米化に伴い、1990年代前半までは増加傾向を示していました。その後は現在のところほぼ横ばい傾向にあります。また大腸がんで亡くなる方の割合、死亡率は男性ではわずかに増加傾向であり、女性では2000年以降横ばいとなっています。最新の統計では大腸がんの患者数、罹患数は全国で男性73,200人、女性55,300人で、合わせて約13万人にも上り、がん全体に占める割合も 15% となっています。早期の大腸がんでは症状が出ることはほとんどありません。検診で発見されることがほとんどです。進行がんでは部位によって症状やその頻度が異なっています。結腸の右側、すなわち盲腸から上行結腸にかけてのがんでは症状が起こりにくいため、より進行した状態で発見されることがあります。これはこの部分ではまだ十分に便が形成されておらず、通過障害が起きにくいためです。一方、肛門に近い下行結腸、 S 状結腸、直腸のがんでは便が細くなり、またこの部位では便が硬くなるため、便秘や残便感などの便通異常を起こしやすくなります。また肛門に近いがんでは出血を認めることもあります。できるだけ早期に発見するには、検診で便潜血検査を受け、陽性の場合には内視鏡による精密検査を受ける必要があります。また頑固な便秘や残便感があるときは医療機関を受診することが大切です。早期の大腸がんは自覚症状に乏しいため、検診などで便中の血液反応をチェックし、内視鏡精密検査により発見されることが多いのです。進行がんでは
下血や腹痛や便秘などの症状を契機に発見されます。診断に最も有効な検査は大腸内視鏡検査です。早期がんであれば内視鏡により摘出も可能です。内視鏡検査で大腸がんを疑う病変を認めた場合には CT 検査を行い、リンパ節転移や遠隔転移がないかを検査します。またがんの正確な部位を把握するため造影剤を肛門から注入してレントゲン撮影を行う中腸検査が必要な場合があります。直腸がんでは周囲への浸潤の程度を見るために MRI 検査を追加することもあります。大腸がんがどの程度進行しているのか、病気分類を用いて判断します。この分類はがんが大腸の壁にどのくらいの深さまで達しているかを表す浸達度と、リンパ節転移の有無、他の臓器への転移の有無で分けられます。全体で5段階の病気ステージに分類されます。大腸の壁は5つの層からなっており、がんは最も上層の粘膜層から発生し、徐々に進行するにつれ深く食い込んでいきます。これを浸潤と呼び、その程度を浸達度で表します。粘膜内、粘膜下層までのがんを早期がん、その下の固有筋層より深く浸潤している場合を進行がんと言います。がんが粘膜の中にとどまっている状態はステージ0。大腸の壁の浅い層、固有筋層までにとどまっており、かつリンパ節転移がないときはステージ1。固有筋層を越えて大腸の壁の深いところまでがんが広がっているが、リンパ節転移がないときはステージ2。がんの深さに関係なくリンパ節転移がある場合はステージ3。肺や肝臓など他の臓器に転移を認める場合や、大腸の壁を破ってお腹の中にがん細胞が広がってしまう腹膜播種を起こしている場合はステージ4となります。手術が行われた場合には、最終的なステージは摘出した臓器を病理医という専門の医師が顕微鏡で詳しく観察し、病理診断を行った上で決定します。がんの治療後、どの段階でがんが治ったと判断するかは、それぞれのがんの種類で異なっています。大腸がんの場合は、一般的に治療を開始してからがんが消失し、5年後に再発を認めない場合を治癒と判断します。そのため、大腸がんの治癒の一つの目安として、治療後5年の生存率を用いています。日本の大腸がん研究会の報告では、ステージ別の5年生存率は、ステージ1で 91%、ステージ2では 81%、ステージ3では 69%、ステージ4では 13% となっています。大腸がんの治療には、内視鏡治療、手術、化学療法、放射線治療などがあります。現在は病気、ステージごとに標準的な治療方針が設定されています。患者さん向けのガイドラインも作成されています。大腸がんは完全に切除できれば完治する可能性が高く、たとえ肝臓や肺に転移がある場合でも手術が行われることがあります。ステージ別に説明します。ステージ0では、大腸がんは粘膜内にとどまっているので、内視鏡によってがんを切除します。完全に切り取ることができれば完治します。詳しくは内視鏡治療の項で説明します。ステージ1では、
浸潤が浅いものでは内視鏡的治療の適用となります。浸潤が深いと判断された場合はリンパ節転移の可能性があるので、手術によってがんを含む大腸と周囲のリンパ節を合わせて切除します。ステージ2-3の大腸がんでは手術が基本的な治療になります。切除したリンパ節内に転移が判明した場合、つまりステージ3では術後に抗がん剤治療が進められます。ステージ4の大腸がんでは大腸のがんのみを切除しても他の臓器にがんが残っている状態となるため、一般的には抗がん剤治療の適用となります。大腸がんに対する抗がん剤治療は近年目覚ましい進歩を遂げています。しかし転移したがんが少数で小さなものであれば、積極的に切除することで完治が目指せます。大腸がんの切除と転移部位の切除は同時に行うこともあれば、複数回に分けて行ったり、抗がん剤治療と組み合わせて行う場合があります。ステージ4でもがんを手術で全て取り除くことができれば、約 40% の方で5年以上の生存が期待できます。